はい、皆さんこんにちは。中小企業診断士講座、経営法務、民法、その他の知識を担当させていただきます、アガルトアカデミー講師の富川と申します。よろしくお願いいたします。まず早速縦1番法律の分類というところに入っていきましょう。この分野は、試験に出るという分野ではないかなと思ってますので、簡単に概念だけは押さえていただければと思います。ではまず1つ目、公法と私法いきましょう。公法とは国家と私人の法律関係を規律する法律です。私法とは私人と私人の法律関係を規定する法律なので、この公法と私法の違いは、国家と私人を規律するのか、私人と私人を規律するのかということで、違いがあります。その点だけ押さえておいてください。具体例で一つ説明しますと、公法は、刑法がイメージしやすいかなと思います。刑法は国がこういうことをしてはいけないというルールを定めて、私人がそれを守るわけですよね。刑法典には殺人を犯してはいけないとか、窃盗を犯してはいけないということが書いてありまして、私人はそれを見て、あ、殺人は犯しちゃいけないんだなとか、窃盗は犯しちゃいけないんだなとかいうふうに考えて行動するということで、刑法はまさに国家と私人の関係を規律しております。次に、私人と私人の法律関係を規律する司法の具体例は民法が、分かりやすいかなと思います。で、我々私人はですね、日々売買契約を結んだり賃貸借契約を結んだりと、私人と私人の間で法律関係を形成しています。そのルールを定める最も基本的な法律が民法ですので、私人と私人との法律関係を規律する法律の具体例は民法だというふうに押さえておいていただければいいかなと思います。